はい、どうも、吉谷です。今回はですね、熟成さんから結果報告いただきましたので、シェアしていきたいと思います。吉谷さん、お久しぶりで、2月のトップバッのご報告です。2月9日から28日の20日間で、6万7847円の収益を達成することができました。吉谷さんはじめ、特命係長や SS さんともお会いさせてもらい、いろいろアドバイスしていただいたおかげです。ありがとうございます。特命係長からも聞かれてるかと思いますが、丸々の動画を投稿したところ、1日で9700円の収益が上がりました。しかし、その翌日ぐらいには気づいた動画が削除されていました。内容的には何の問題もなかった動画なんですが、一応トップバズに問わせてみたのが返信なしです。稼ぎ頭が消えて残念ですが、クリック数5行を超える動画3件出てきたので、引き続き頑張っていきたいと思います。すごいですね、5行を超える。なるほど。また本日、田野さんの紹介で小坂さんもお会いさせていただき、早速3人で店舗に行き、私は小坂さんを掘り出されたカメラレンズを購入しました。転売にも興味あるので、今後トップバズと並行してやっていきたいと思います。あと6日、私をお会いさせていただけると思います。誰か一緒に成績を沸騰中です。長文になりましたが、それではまた6日お会いできるのを楽しみにしています、ということで、はい、6日の日はよろしくお願いします。でですね、このトップバズのノウハウに関してはですね、ドリアカの方に、この前入れました。このドリームアカデミアのトップバズで稼ぐノウハウの中に、こちらですね、トップバズで稼ぐノウハウ入れてますので、やっていただければ、まあ誰でも結果出るかなっていう。今やった人で結果が出てない人は誰一人いないので、今現状ですね、今現状としてやって結果が出てない人誰一人いないです。稼げないっていう人は誰一人いてないです。だからやれば、しかもやるっていうのも、まあ、このミサ、報告いただいた方もですね、全くネットビジネスやったことないです。全く初心者の状態でこれ始めて、まあ、この20日で6万7千円です。なかなかいいスコアを出してるんじゃないかなと。20日で6万7000円で、1日多分1時間ぐらいの作業だと思うんで、うん、1日1時間の作業で20日で6万7000円、まあ副業、本当に副業ベースでちょうどいいんじゃないかなとは思うんですよね。副業感覚で、だから30日で、だからまあ1ヶ月だったら10万ぐらいですかね、この調子でいくと。うん、まあ1ヶ月1時間ぐらいの副業で10万、悪い話ではないと思います。うん、で、まあ、一度動画もね、やり方は簡単なんで、やり方に関してはドリームアカデミアで、レクチャーしていますので、見ていただければなと思います。一応1個、2個、2個、3個、4個の講義入れときましたんで、こちら見てください。で、あとですね、スクショもいただきましたので、こちら本当に6万円いってんのかっていうことで、まあね、ミサちゃんはちょっとまだ IT リテラシーが低いので、スクリーンショットがよくわからないみたいで、ですね、こういう感じです。ビーンってちょっとアップしますね。あ、こうですね。これですね。はい、67,847.87 ということで、はい、これはもうスマホでもうカチャって撮ったんですかね。はい、スクショがわからないかなという感じですね。昨日の収益、これはこの写真撮った時は5000円出てますね。5251円。あ、結構すげえな。あ、これ1日で9000円出てますね。これ結構すごいですね。5251円、6400円、9700円、4700円、3500円、2400円、1100円、1300円、1200円、1190円、1870円、1960円、1700円、2500円、4700、7400、5400、5300。まあ、2月9日から始めて、まあ、1日目で536円出てますよね。で、次の日はもう5400円と。このスピードが、まあ、早く稼ぎたいんですよってよくいるじゃないですか。早く稼ぎたいんですよっていう。うん。早く稼げますね、これ。どうすかね、このスピード感覚。早く稼げる方法、どうすか。早く稼げてると思いません？その日にやって、まあ、500円、ワンコイン。収益化してて、次の日5000円、3日目で7000、4700円、2700円、どうですかね。はい、これ2月9日からの直近のもう話ですよね。まあ、これすぐ本当に稼げると思うんですけど、いかがでしょうか。いや、吉谷さん、1日目から僕は100万いきたいんです。いや、ちょっと難しいですね。1日目から100万とかはちょっと難しいですね。はい、まあ、これぐらいの結果であるならば、まあ、出ますんで、やっていただければいいんじゃないかなと思います。で、あとは、まあ、そのドリームアカデミアの、
まあ、正直これちゃんとやればドリームアカデミアのその塾費用ぐらいは余裕でこれで回収できると思うんで、まず塾費用をまあ回収するみたいな感じで、塾費用回収みたいな感じでやってもらって、塾費用回収すれば25年無料じゃないですかと。まあ、今度カメラ転売のノウハウも全部入、 FX のノウハウとか全部入ってきますけど、それ全部タダですよって話で、だからこれでまあ塾費用回収してもらっちゃえばいいんじゃないかなと思います。そしたらもうあとリスクは、リスクというかね、金銭的なリスクはもうゼロじゃないですか、もう回収してるんで、うん、で、その後はもう勉強無料で25年勉強し放題、ノウハウタダ見じゃないですか。まあそういう使い方してもらってもいいですね。僕は正直トップバズはこれもうビジネスじゃないんで、うん、稼げるけど、まあ確かに稼げますよ。稼げるんですけど、まあ講義でも言ってますけど、ビジネスではないんで、これは。もう本当に副業でちょこちょこやるっていう感じですよね。だからビジネスとしてやるんだったら、この情報をもとにアクセスとトラフィック集めて、アクセス稼いで、そこでリストを収集してみたいにやった方が一番、まあ中長期ですね。稼げるかなというところなんですけど、まあまあ情報発信、ブログを書けないとか、まあ、動画を撮れないとか、情報 Facebook できないとか、メルマガ書けませんとか、情報発信がなかなかできない人にとっては、まあ、これは本当に誰でもできるんで、これはいいんじゃないかなと思います。はい、まあこういう、結果全部いただきました。まあ、これすごいですよね。でもまあその教えたら、まあこんな感じでみんな出てますからね。まあもちろんその結構この女性の方はですね、結構頑張って、あの1日何十投稿、30、40、多い時70ぐらいしたのかな、結構頑張ってます。はい、でも頑張ってるって言っても、うん、まあそんな難しい動画のあれじゃないんで、はい、まあ、こんな感じですね。はい、ということで、まあ、塾にはこのトップバズの、ノウハウも入れてますので、まあ、ぜひ実践していただければなと思います。で、あと、まあ、塾費用を回収しちゃってください、これで。うん、はい、塾費用を回収してください。で、あくまでもドリームアカデミアは、ここのステップっていうのは、もう初歩の、まあ、その初歩の初歩の初歩でしかないんで、最終的にはやっぱ情報を発信して、こっちのステージに行ってほしいなとは思いますけど、まあ一応こっちのね、よくその、いろんな塾に入って稼げませんでしたって、何十万も払って、30万、40万、30万、50万、60万、70万払って稼げませんっていう人いますけど、ここでぐるぐる回るには0円じゃないですか。だから僕全部のノウハウをドリームアカデミアの3万で稼ぐステップに入れたいと思ってるんですよ。大体の方、まあ、大体入ってますけど、まあ、そのネットで稼ぐノウハウっていうのはドリームアカデミアのこの3万の初級の初級の初級に全部ぶち込んでやろうと思ってるんで、うん、ここで別にね、迷って悩むに関しては金銭的なリスクはないじゃないですか。その塾、じゃあこれね、まあノウハウ自体をここで入ってるやつは30万ぐらいのノウハウが入ってるわけですよ。30万、これ何百万の話じゃないですか。でもこれは初級ですからね。あくまでここ初級ですからね。転売に関しては本当にもう60万近くの塾以上のノウハウが入ってると思います。ここにカメラ転売が入ってくるんで、山田さんのやつなんかやばいです。山田さんのなんか100本ぐらいありますからね、動画。これ山田さんの動画なんか100本ありますからね、これ。山田さんの動画これ100本あります。100本これね、追加するの超大変だったんですけど、100本あります。はい、これはどうやって仕入れるのかっていう全て解説してる動画なんですけど、100本ありますよ、100本。だからもう正直転売はもう60万70万クラスのノウハウがまあ入ってんじゃねえかなと思いますけどね。めちゃくちゃ入ってます。 Amazon の新品転売だったりとか、あと店舗仕入れだったりとか、あと中古品の見分け方とか、ウェブで、まあ、仕入れるやり方だったりとか、うん、まあとにかくいっぱい入ってます。はい、であとここにカメラ転売のノウハウ入ってきますから、うん、うん、ですね。あとブックメーカーで稼ぐノウハウも、これも実際にこの前報告いただきましたけど、このブックメーカーで稼ぐノウハウですね。で今検証動画、これ検証動画をこうやってますよね。検証、これまあ見てる人は見てるかもしれないですけど、この
検証動画をずっとやってます。でやってるんですけど、まあそれの、ノウハウ、テニスで稼ぐノウハウっていうのを入れ、提供していただいて、ここにブックメーカーのやり方っていうのが書いてあります。でこれもやれば稼げます。で実際にその和田さんっていう方が塾生さんにいるんですけど、この前ね結果報告いただきましたけど、結果報告がこれか、和田さんが和田さんでブックメーカーでこの初月から3万稼ぐことができましたっていうことでいただいております。なおこれもやればね、初月からまあ3万これ結果出るっていうやつですね、やれば、はい、うん、まあもっともっと25年間ずっと追加し続けるんで、ここはもっともっともっと多分増えていくと思います、バーって。まあ、いろんな稼ぎ方がありますので、何が稼げるというよりか全部稼げるんですよ。何が稼げますかみたいによく言われるんですけど、全部稼げます、全部稼げます。っていうかここに入れてるノウハウは稼げるんで、あとやるかやらないかです。で要は合う合わないなんですよ、結局は。結局が合う合わないなんで、例えば転売が向いてる人もいれば動画が向いてる人もいる、とか、まあ投資ブックメーカーみたいなのが、なんか合ってる人もいれば、ブログは合わないとか、結局合う合わないなんですよね。僕はこれ合わないです。稼げますよこれやれば。でも僕は合わないです。クソつまんないです。やっててなんか面白みがないんですよね。僕は合わないですね。トップバズはやったんですけど全然モチベーション上がんないですよ。トップバズで全然モチベーション上がんないです。もうやることがもう単純すぎてクソつまんないですね。僕はね、他の情報発信なんか動画撮ってる方が楽しいんで、まだ自分で喋った方が、まああとライブやったりとかハイボール研究所とかなんかそういうのやった方が楽しいですし、まあ人それぞれで、まあとりあえず、まあ僕みたいにその情報発信でなかなか難しいっていう方はですね、塾生さんの方はこれやっていただければいいのかなと思います。はい、ということで、今回ですね、20日で67,847円、収益を達成することができたという結果報告、素晴らしい結果報告いただきました。はい、ではですね、結果のシェアの方これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。